実家は調味料こだわる派、全然普通です、普通ですよ普通。でもサラダチキン苦手なんですよ。なんか昔にサラダチキン食べすぎて、なんかもうなんか食べようと思えなくなっちゃった。なんか食べすぎてなんかいいやってなってるそう、昔毎日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 食べとったから、サラダにのせてなんかもうなんかうんいいやってそう食べ飽きていいやってなっちゃう。そうそう、最近どう食べてない。そう、普通に鶏肉とかは好きなんですけど、お腹鳴るな。好き嫌い多い、どちらかといえば多いんじゃないかな。やっぱり野菜不足が問題。あらら、それは昨日いっぱい食べました、野菜今日は全然食べてないけど、うん、昨日はサラダ食べたから食べました。じゃあ健康的なサラダを食べたから、どんなドレッシングが好き？普通に和風とかが好きです。青じそも好きだけど、ごまも好きだけどなウェブアイスでサラダ頼んでみたい。頼んだら美味しいよ。健康的じゃないサラダとは。いや、なんかさ、サラダはサラダでもさ、なんかわかる？健康的なサラダとさ、普通のサラダっていういずれの分類があるんだよね。普通になんかコールスローとかのさ、普通にキャベツとかレタスだけとかのさサラダとかよりさ、なんだろう、サラダボールとかってさ健康的って感じがせん？いずれ的に、なんて言うんだろう、ナッツ入ってるやつとかさ、レーズン入ってるやつとかさ、そういうの。一緒じゃん一緒じゃん。なんか 量が違う、なんていうの、野菜入ってる品目が違うなって思う。品目のさ、品目っていうか知らんけど、かぼちゃ入れたし、かぼちゃ好きなんですよね。かぼちゃとボイルドエッグとナッツとレーズン入れた、あとホワイトチェダー入れた、なんだっけ、ロメインレタスかな、なんだっけ、バルサミコ酢美味しいんだ。
酸味か。はあ、はあ、はあ、なるほど。どうなんだろう、食べたことないバルサミコ酢。酸っぱいの好きだから好きだと思うよ。本当？でも全然なんかピクルスとかは食べれんよ。なんかピクルスのあの酸っぱさは好きじゃないんだよね。梅干しとかめっちゃ好きだけど、そうな。そう、トマトジュースとケチャップみたいな。確かに。マクドのハンバーガーとか食べないから特になんか思わないです。だから1回しか食べたことない、多分記憶にある中だと。ハンバーガーはねモス派なんですよ。だからポテトかな。ケンタのフィレサンド食べたことない。ケンタッキーはさ、ケンタッキーしかケンタッキーはチキンとかしか食べたことない。なんかサンド系とかまだ食べたことないです。あ、でもあれは好き、ビスケットもう涼しいよね。シェイクシャックって何？ツイスターってなんだっけ。そういうの食べたことないですね。なんかケンタッキーはさ、なんかケンタッキーはさやっぱチキン食べないとなんか損してる気分になっちゃった。ケンタッキーはチキンを食べちゃうそう、ハンバーガー全然食べへんからな、分からへん。モスバね可愛かったよねあれあので可愛かった。あと泉ね、ハンバーガーはねなんかソースにもよるからさ、食べれる食べれないが。そう、あのビスケット1個230円、高くない？え、でも美味しいじゃん美味しいじゃんって思っちゃう。チキンどの部位が好き？ね、ドラムって言うんだっけ、ドラムって言うんだっけ、あそことかが普通に定番に好きです。なんて言うんだっけ、ドラムだってるっけ。V の名前知ってるって。え、じゃあ YouTube とかでさ見るからさ、ケンタッキーもさ、だから知ってるだけでやって、全然ケンタッキー本当に食べたいけど全然食べてませんドラムが多分一番好きだと思う。でもドラムがさなんか多分好きな人多いよね、一番多分、知らんけど。なんかサイ好きな人も多いよね。でもなんかあんま見分けつかんくない？他にもなんかサイに似てる部分あるからさ、なんかどれがサイなんやろっていつも思うよ、思うよ、思っちゃうウィング、
ウィングってどこだっけ、あでも翼だから手ばらへん手ばらへんだっけ、